全く別件になるなって恐縮なんですが、今回の2月議会に教育庁の人事案件を追加提案させていただきますので、発表させていただきます。現、教育長である三好氏から本年、3月末をもって入隊したいとの申し出がありましたことから後任に田所隆二現農林水産部長を4月1日付で選任したいと思います。田所氏は西日本豪雨災害からの復興やアコヤ貝大量兵士と本県の農林水産業を取り巻く重要課題に、的確に対応してまいりました。また競争力の高い新品種の導入やブランド化など将来を見据えた政策に取り組んで成果を上げています。さらには過去経済労働部や企画振興部に在籍しまして、本県の特色でもある多様な産業を担う人材育成に教育委員会と連携しながら取り組んできた人材育成の経験者であります。また農林水産部県の組織では最大の部署になりますが、そのマネジメント力、これもしっかりと実績を上げていただいています。県政に関する幅広い知識、知見を有しておりまして、教育長として適任と考えております。田所氏には人口減少の時代の中で本県の未来を担う豊かな人材の育成、ここに手腕を発揮していただくことを期待しております。人事案件に同意をいただけたら任期は、三好教育長の残任期間となりますので令和2年4月1日から令和3年7月30日までの1年4ヶ月の任期となります。以上の人事案件を本議会最終日3月18日に、追加提案をさせていただきますので、発表させていただきます。以上です。